始まりました。熊川さん、はい、なんといっても石田のディープ初登場が注目ですね。そうですね。まあね、石田選手としてはですね、やっぱりこのコラケンホールでやっぱ試合するっていうのはですね、ちょっとやっぱ思うとこあると思うんですよね。はい。まあ、ですからそういうのがあって絶対負けられないっていうあの企画があると思うんですよね。ただ北岡さん、その相手のチェ・ドゥホー、はい、簡単な相手ではありませんよね。そうですね。タックル、はい。帯輪戦は本当に衝撃の内容でしたよね。そうなんですよね。北岡さんもね、放送席でご覧になったと思いますけども、僕その試合は放送席じゃないですね。ダニングでしたね。失礼しました。バルコリーから見てました。はい、さあタックルに行きます。片足タックル。同タックルに変えます。さあ倒すか。チェドゥホーはSRC という団体があったんですけど。はい。SRC という団体があったんですよ、はい、あのっていう団体で臼田育夫選手っていうレスリングの強い選手とやって、倒されいっぱい倒されたんですけど、すぐ立つんですよね。立つのがすごく上手な選手なんですよね。ですからこの試合も石田に倒されてもすぐ立ち上がってくる可能性ありますよね。そうですね。で 今あれですね、聞きましたね。聞きましたね。聞いてますか。聞いてます。聞いてます。そうですね、今なんかもう倒すところが倒されませんでしたよね。危ないです。この距離危ないです、ね、危ないです。左のパンチ伸びる。ジャブ。危ないです。終わりました。終わりました。